AMC の製品説明動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では空気用フローコントローラー IN502 シリーズの特徴とアプリケーション例についてご説明いたします。空気用フローコントローラーとはアナログ入力に応じて流量が調整可能な機器のことです。例えば一次側より流れてきた流量が流量指令値をアナログ信号で入力するだけで、それに応じた流量が自動調整され流れていきます。また圧力差や温度で流量が変化しても流量を自動調整します。それでは空気用フローコントローラー IN502 シリーズの主な特徴をこれから順番にご紹介いたします。まず一つ目の特徴は小スペース小配線小配管です。従来のシステムで流量調整を行う場合は流量センサと制御弁の2つが必要でした。そのため流量センサと制御弁の2つの設置スペースが必要でした。 IN502 では流量センサと制御弁が一体型のため小スペースです。従来のシステムは 200mm の設置スペースが必要でしたが、 IN502 シリーズの設置スペースは 103.5mm となり、従来のシステムに比べておよそ半分の設置スペースとなり、小スペース化が図れます。また従来のシステムは配線が入出力それぞれ1本ずつ合計2本必要でしたが、 IN502 シリーズは1本の配線で済むため小配線小配管にも貢献しています。続きまして2つ目の特徴は導入工数の削減です。従来は二次側の負荷条件など様々なパラメータごとに対応可能な流量制御プログラムの作成に多大な工数を要していましたが、 IN502 シリーズは設定流量に自動制御可能ですので流量制御プログラムの作成が不要です。そのため導入工数についても削減できます。続きまして3つ目の特徴は幅広い流量レンジです。IN502 シリーズは50から500リットルパーミニッツと100から1000リットルパーミニッツの2種類のレンジバリエーションを取り揃えております。そして4つ目の特徴は高い応答性です。流量指令値はアナログ入力で制御します。この指令値に対し 0.5 セック以下の制定時間です。狙った流量に素早く調整できるので工程のサイクルタイムに寄与します。なお流量指令値はアナログ電流アナログ電圧 IO リンクから選択可能です。そして制御流量が流量指令値を行き過ぎるオーバーシュートが気になる場合、制定時間は遅くなりますが制御パラメータの設定値を変更することでオーバーシュートを低減する機能があります。最後に5つ目の特徴はグリースの選択が可能です。使用用途に適したグリースの選択が可能で、グリースの種類は低露天グリース、白色ワセリン、食品用グリースの3種類をラインナップしています。それでは次に主なアプリケーション例のご紹介をいたします。主なアプリケーション例としまして、塗装関連ではシェーピングエア、ベル回転制御用エアの流量制御として、食品包装関連では充填ガスの流量制御として活用されています。またアーク溶接関連ではシールドガスの流量制御として、レーザ溶接関連ではアシストガスの流量制御として活用されています。最後にまとめです。1つ目に小スペース小配管小配線です。2つ目に導入工数の削減です。3つ目に幅広い流量レンジです。4つ目に高い応答性です。
5つ目に使用グリースの選択が可能です。以上となります。 SMC の空気用フローコントローラ IN502 シリーズの製品動画を最後までご覧いただきありがとうございました。製品に関してご不明点がありましたら最寄りの営業所へお気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。